今回は飯山市で開催された飯山雪まつりに行ってきました。飯山雪まつりはメイン会場の飯山城址公園を中心に飯山市街地の各町内の広い範囲で雪像が作られ展示されています。早速飯山駅前に雪像が展示されていたので見てみよう。大きな雪像ですね。結構クオリティも高いです。雪像の隣では自衛隊のブースがあり、普段は近くで見られない自衛隊の車両が展示してありましたよ。また自衛隊の活動の記録などの写真も飾られていました。市街地を歩いていると、ところどころに住民の有志や企業、学生チームで作られた大小さまざまな雪像が展示されています。町を挙げて雪まつりのイベントを盛り上げていますね。中にはかなりの力作の雪像もありました。細かなところまでよく作られていて、だいぶ苦労したんだろうな。各町内に展示されている雪像の近くでは、おしるこなどが無料で振る舞われていました。メイン会場となる飯山城址公園にやってきました。ここでは6体の雪像が展示されています。またそり遊びやスノースライダーなどが楽しめる融雪エリアなどがありました。それでは順番に6体の雪像を見ていきましょう。どの雪像も力作でしたね。飯山雪まつりはいかがでしたか？最後までご視聴ありがとうございました。この動画はフォトクリエイティブがお送りいたしました。